にちは、平和成役を演じました萩原陸です。本日は短い時間ですが、楽しんでいってください。よろしくお願いします。さあ続いて八木さんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは、清井総役の八木雄生です。皆さん今日一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それでは最後高野さんお願いします。小山役の高野明です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは皆さんご着席ください。カメラマンの皆様、ここからはフラッシュ撮影をお控えいただくようお願いしたいと思います。ご協力ください。さあというわけでお三方でのイベント始まりましたけど、皆さんどうですか、緊張されてますか？はい。いや緊張絶対嘘やん。はい、緊張してます。嘘やろ。やばい、今裏で緊張感がなさすぎて一回集中しようって話してたと。これ今切り替えてこういうちょっと、まあ、ピリッとというか緊張感があるような感じになって、そうです、思わず右足と右手が一緒に出そうになりました。やるときに思わずこういう風に、はい。なるほど。さあここからはドラマについてのお話を皆さんに伺っていこうと思います。まずは萩原さんが演じられました、はい、平和成という役ですが、吃音症を持っていて、まあ、自己表現が苦手だったりということで大変難しい役柄だったかと思いますけれども、演じられていかがでしたか？そうですね、とっても構えました。構えましたっていうのも変ですけど、準備をして臨みましたね。なかなか言葉でこう自分の感情だったり気持ちをこう表現できない子で、結構見ていただいたかと思うんですけど、モノログ、心の声で結構平は自分のことを表現していくので、結構こう対面すると目線だったり表情でこう平の感情を出さなきゃいけなかったので、そこはそうですね、難しかったですね。難しかったですけど、でもなんだろう、結構やっぱなんだろうな、2人ともそうですけど、まあ、清井、特に清井という存在がすごく平にとっては絶対だったので、なんかその清井がやっぱ言葉を強く投げてくれますし、やっぱこうトップでいてくれたので、なんか僕は本当ただただ美しいものをこうやって見てました。やっぱりね、その、ね、そのまあ挙動もそうですけれど、目の演技というか表情の演技が大変難しかったじゃないですか、やっぱりね。そうですね、難しかったですね。さあそれでは続いて八木さんに伺いたいと思います。はい、八木さんは清井壮というね、平が一目惚れしてしまうほど魅力的で、まさに美しい彼というような存在でしたけれども、演じられてみてどうでしたか？そうですね、やっぱりこうタイトルがこう美しい彼っていうインパクトのあるすごい作品なので、何よりこう自分自身も美しい存在というか、こう立ち振る舞いも含めてそういう、なんだろう、人物でいようと思いましたし、またその自分に対して熱狂的な目で見てくる、自分が追い求めてたこう人に、こう平に出会えたからこそっていう心境の変化っていうのも意識しながら、今回はこの作品に取り組ませていただきました。はい、まあ、カリスマというか、もう完璧な役どころじゃないですか。そうですね、もう人物は本当に、演じられて難しかったところとかってありますか？難しかったところでも、やっぱり初めて平に会った時からこう徐々に変わってくる、その清井の心境の変化とか、そういう本当に微妙なところなんですけど、分かりづらい部分っていうのをこう表現するっていうのはちょっと難しかった部分ですかね。まあ、いきなりは受け入れないけれども、徐々に受け入れていくというね、心の機微というか変化の部分は難しかったのかもしれませんね。そうですね、はい。さあそして高野さんが演じられたのは小山和樹という役どころで、大学編からの登場になるんですね。そうですね、これ平に惹かれていく役どころということなんですけれども、演じられていかがでしたか？そうですね、でもいや、もう実際に平のことをこうなんていう、本当に好きで、まあ演じましたし、まあ、あとはやっぱりそうですね、平と清井が高校生活ですごく描かれていく中で、結構近いようで距離があるというか、お互いの気持ちが結局分かりきれてなかった部分がありながら、大学生活に入って、で平が小山というめちゃくちゃ距離感が近いような友達がいるっていうことがあると思うんで、なんていうんですかね、やっぱ平と同じ目線で話せる相手として、やっぱり平のことを思いながら、パスできるようにやってましたね。
まあ、これお二人はね高校生編で関係ができている中で大学生編からの登場ということで、はい、そういう意味でも難しさみたいなものってありました？どうでしたか？あ、そうですね。でも僕、うん、大学行ったことなかったんで、うん、そういう意味ではちょっとわ新鮮な感じでしたね。キャンパスとかもあのたくさん見ましたけど、はい、なるほど、新鮮で楽しかったです。なるほど、ありがとうございます。続いてのこちらの質問です、このドラマは男子学生の初恋がテーマとなっていますが、皆さんの甘酸っぱい初恋のエピソードはありますか、ということなんですが。聞きたい。初恋ね。僕は保育園の先生。お、マジ？はい。保育園の先生。保育園の先生です。どんな方でした？覚えてますか？でもなんかすっごいなんか優しいのも もちろんなんですけど、その僕が泣いてる時に、うん、こうなんだろう、本当にその他の子たちのことを他の先生に任せて僕だけをこうなんかあやしてくれたんですよ。へえ、はい、その時にあ好きかも好きかもって思ってました。それで本当思いました。好きかもって思いました。でも好きかもというかあ好きってなってました。ああそうですか、はい、振り返ってみてというかもうそのタイミングで好きだなという感情がパッと芽生えた、はい、なるほど、かわいいですね。ありがとう。リクはさあ、これはね、小学1年生ぐらいの時かな、学校から下校するのが一本道だったんですよ。ほうほうほう。でいつも帰ってる友達がいて、でその子と初恋の子が同じで、あ同じで、なるほど。でその初恋の子がこう一本道の一番最初に家があって、はい、でその後僕と友達がさらにまっすぐ行って家みたいなルートで、はいはいはい、いつもその初恋の子の家までの間でなんかこうちょっとお互いでお互いをよく見せ合うみたいなのを毎日してましたね。ああ、ちょっとやっぱりカッコつけて特定性みたいな。なるほど。今日は俺のがかっこよかったと思うみたいなのをめちゃくちゃ喋りながら小学1年生の時。反省会もあるんですね。反省会もありましたね。なるほどなるほど、みたいなのをやってました。6歳7歳ぐらいの時。そのまあね、男友達とはもう全然仲良く。仲良かったですね、ずっと。初恋の相手は同じだけれども。そうでしたね、はあ、不思議な関係ですね。ある種不思議な関係ですね。毎日ドン前とかなんかよくお互い慰めて。なるほど、素敵な間柄ですね。なんかね、関係今思うとなんか、ね、こんなピュアな時代があって。もうアキラのが聞きたいな。なんで初恋の話聞きたいな。俺は中1ぐらいの時にガラケー持ってたんですけど、グリーが流行ってたんですよね、その時。なんでソーシャルネットワーキングサービス、SNS で当時ね。そうですそうです、うん、好きな子のグリーのページを毎日チェックするっていう。あ、そういう感じなんです。あ、グリーなんだ。何ですかそういう感じ。いや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 、全然ですよ、ストーカー気質なんもないですからね。いや、結構一般的にはある感じだと思うんですけど、なんか普通の人と同じ感覚ですっていう。普通ですよねっていう。はい、どんな感じの相手だった、ちなみに。いや、いいですよ。すごいすごい掘りますね。すごい興味、一番興味津々。すごい興味湧いちゃってるって。デコられてましたよね、プロ。あ、かなり回って。あ、そんな、はい、そ、別に面白いの出てこないですここからも。いやいや、ちょっと想像するだけでちょっとね、いろいろ、はい、はい、何これ、はい、恥ずかしいの。恥ずかしくない？恥ずかしいんだね。うん、分かる、恥ずかしいですね。ありがとうございます、はいはい、皆さんもね、はい、ちょっとね緊急しながら聞いてると思いますけれども。さあ、それでは続いてです。マスコミの皆様には先ほど1話をご覧いただき、平良と清居の出会いのシーンを見ていただきましたが、平良のように出演者の皆さんが最近一目惚れしたものやキュンとした出来事ありますでしょうか。いかがですかね。はい、キュンとしたものものなのか、もうわからないですけれど、めちゃめちゃタイムリーにあるんですけど、はい、耳かき。耳かき、はい、それもあのただの耳かきじゃなくて、はい、あのライトがつくんですよ。ライトがつく、あ、はい、でこうライトがつくんですけど、その耳かきをこう携帯に電波飛ばしてつなげると、自分の耳の中を見ながら耳かきができる。そういうことなんですね、はい、誰かがその、ね、耳かきをしてもらう人のためのライトではなく、自分でそういうふうに遠隔的に自分の耳の中を見ながら、はい、そうなんですよ。でも未だに僕の携帯がですね、その電波を一回も受信したことがなくて、ただの耳かきになってるっていう。それはどういうことなんですかね。まあでも一目惚れして、それを買ったけど裏切られたっていう、ああ、恋と失恋を両方しました。なるほど、はい、
誰かがその電波ね受信したら嫌ですけどね。嫌ですよ、嫌ですよ。誰が見てるんだってなります。私はなんかヤギくんの耳の中の怖いね。新しいね。新しいよね。さあそれでは続いて高野さんいかがでしょう。はい、僕は今期のサンマってめっちゃ珍しいと思うんで、はい、サンマが出てきた時、一目惚れしましたね。お魚、お魚、秋の味覚サンマ、はい、はあ、あのお店に食べに行った時にサンマのメニューがあった時点でもう嬉しいですよね、やっぱサンマだわって。なるほどなるほど、はい、やっぱその四季の、ままあ、なんていう味覚みたいなのはやっぱ気にするタイプですか。気にしますね。ああ、食通。食通とはまだいかないですけど、まあ好きですね。なるほど、サンマね。サンマか。渋いですね。いやそうですか。渋いね、はい、さあそして萩原さんいかがでしょう。僕はねキュンとしたのはですね、はい、てか今急に思い出しました、撮影中のエピソード。それで繋がっちゃうんですけど。あ、全然全然全然大丈夫ですよ。覚えてる？何？急にさ、お昼パッと会えた日にさ、うん、肉食べに行ったじゃん。行った。突然2時間ぐらいパッと会えて、はい、あ、肉食べようってなって肉食べてて、で僕結構食そんな太くなくて、まあ結構もう一人前食べたらもう結構満腹って感じなんですけど、はいはい、ふと横見たらもうね、なんだ、まず山盛りのご飯、ライスとこう肉が混ざった山盛りのもうがっつり 1.5 人前ぐらいあるやつプラス 300g ぐらいのハンバーグを置かずに弁当を食べた後で来た状態でずっとパクパク食べてるのを見て、誰？あなただよ。俺？恥ずかしい、やめてよ。気持ちいいくらいな。本当やめてよ。あの食べっぷり。そんなに食べるんですか。パク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 、あのね、気持ちいいぐらい口の中に吸い込まれていくの、お肉が。誰がカービィじゃんお前。やめろやめろ。やめとけ。そんなに食べるんですか。大好きなんですよ食べること。何ですかその手は。触りそうになっちゃいました。ごめんなさい、怒られちゃいます。細いじゃないですか。いやまあでもそうですね。でも。食べるの、でももちろんちゃんとやってますよ、トレーニングも。もちろんね、はい、やりながらですけれども、逆にもう美味しいもの食べたいから、はいはい、トレーニングしてます。なるほどなるほどなるほど。見てほしい。知らなかった。キュンとするよ。キュンとする。キュンとする。あれキュンとすんの。キュンとする。そっか、いっぱい食べてるのっていいですね。いいよね。ああなるほど。女の子の前でこれからたくさん食べるようにするわ。うん、食べてみて。今の量は相当食べ過ぎだと思うんですけど、ね、食べ過ぎですか。食べ過ぎだと思いますけど。ああ、そっかそっか、まあ、それだけね、はい、演技にねすごい務められてたのかもしれません、はい、さあということで、ここでドラマの SNS でも発表がありましたが、この度ドラマオリジナルグッズの発売が決定したということです。ブロマイドセット、トレーディングブロマイド、そしてこちらのアクリルスタンドが発売になりますということで、こちらですね、はい、これは皆さんカメラで抜いたりとかそういうのはないですね、はい、ありがとうございます。来ました、はい、小山だ、はい、小山が左耳を描いておるぞ、はい、小山がいいかいいオーバーオールカメラ付きの、ここを抜いてもらったらちょうどいいですね。あ、いいですね、はいはい、こんな感じです。アクリルスタンド、はい、はい、もう皆さんも現物見られましても、当然ね先ほど見たと思います、はいはい、欲しい、うん、欲しいって、ね、欲しい。ドラマ公式サイトなどで ね、 はい、ぜひともお買い求めていただきたいと思います。お願いします、はい。ブロマイドの絵柄などは後日解禁するということで、こちらも楽しみにお待ちください。さあということで、本日はドラマのタイトルにちなんでこんな企画をご用意いたしました。題しまして、まるまるな彼。さあということで、こちら、萩原さん、八木さん、高野さんにそれぞれに合うキャッチコピーを事前にフリップに書いていただきました。はい、はい、ということで、うん、まずは高野さんにまつわるまるまるな彼から発表していただきたいと思います。おうおう。ということで、萩原さんと八木さん、フリップをご準備していただいていいですか。なんだろう、はい、書いてくれてるわけだ。まあ、どういうふうに、ね、お感じになってるかということをフリップに書いていただいたということなんですけれども、さあそれではお二人一斉にお出しください。どうぞ。ダン、はい、ということで、高野さんは、まず萩原さん、
ニコニコキラキラひょっこりな彼、なんだよひょっこりって、書いていただきました。これ本当にね、言葉通りでもうね、いつもニコニコしてるんですよ、はいはい、キラキラしてるんですよ、でなんかこうね、ひょっこりっていうのね、ふとした時にパッて横見たりするとぴょこっているんですよね。むずっ、ぴょこっている何ぴょこっている。いやだってさ、なんか俺ずっと喋ってるんですよ現場で、もうこんな感じで喋ってるから、うん、多分こう何もしてなくても、あいつあそこにいるわって多分なってるんですよ、だいたいね、だいたい、ああこっちにいたみたいな、うん、これ、ね、じゃなくて結構やっぱね、こうなんだろうな、しっとりしてるから、しっとりしっとりクッキーかな、しっとりしてるから、しっとりじゃないね、しっとり、なんだろう、しっとり、ひょっこり、なんかちょっと小動物みたいな瞬間があるんです。ああ、わかる、それはわかる。あ、そう、でなんかこうふとした時に後ろとかピョって見ると、ほんとほんとか後ろにくっついてくる小動物みたいなピョっているんですよ。まあ確かについていってたかもな、ピョコピョコピョコ、ちょこんと感ね、ちょこんと感、そう、それを言いたかったんだ、それ言いたかった。高野さん別に意識は特にしてないですね。してないですね。言い方変えたらもうさ、お前いたのってやつでしょ。違う違う、お前いたの、どういうことじゃない悪く言ったらね、悪く言ったらやめろやめろ。でも気づいたらひょっこりとキラキラ輝いた、あったとね、なるほど、だっていう、なるほど、ね、結構印象的ですね、なるほど、可愛らしい、らこんなに可愛らしい年上の方を、うん、まあ、ちょっとね、年下がいいとすごい生意気に聞こえますけど、舐めてんだろ、舐めてない、全然いいけど、なんか可愛らしい、ね、年上の方なかなか出会ったことなかったので、なんかそれがすごい印象的ですね僕は。なるほど。さあそれでは続いて八木さん見てみましょう。はい、さあこちら高野さんは、こんなにオーバーオール似合う人いるな彼と。ちょっとニュアンスが違いますね。どういうことですか。こんなにオーバーオール似合う人いるな彼ですね、はい、勢いが違うと。そうなんですよ、もう似合いすぎるって、はい、似合いすぎですよねっていうこと。はい、いや全然自覚ないけどね、似合ってるかな。オーバーオールめちゃくちゃ、俺ね、石塚さんを見た時と同じぐらいの衝撃を受けてそうだろ。そうだよ、本邪魔かさんのね、本邪魔かさん、そう、あ、こんな似合うと。いや、オーバーオールしか着てないからでしょ。ちょっとあるかもしれない。そうだよね絶対そうじゃん、それじゃん、まあでもね、まあ、これ以外にもそのリクが書いてたこのね、ニコニコキラキラひょっこりな彼っていうのめちゃめちゃわかるし、いろんな魅力があるなと、はい、思いますね。そういうのがうまくまとめたみたいになってますけど、いやいやいや、ね、という高野さんね、言われてますけれども、はい、まあまあ予想通り、全然大したこと言われてないなそんなことないでしょ、そんなことないな、いやまあいいっすよ全然、ね、ひょっこりしときますんで拗ねちゃったよ、どうするどうする、間違えた後でこの後なんとかしないと、やべやべ全然さあそれでは続いて参りましょうか。続いては萩原さんにまつわる丸々な彼ということです。八木さんと高野さんにフリップのご準備をお願いしたいと思います。はい、さあそれでは一斉にお出しください、どうぞ。さあということで、こちら高野さんは、萩原さんはチェリーな彼と書いていただきました。一方八木さんはこちら、はい、萩原さんは吸い込まれる瞳の彼と書いていただきました、うん、はい、さあどちらから参りましょうか。高野さんから参りましょう。これ分かるでしょ意味。分かりますよ、ね、というのもこれ多分分かる人は分かるぐらいな感じだと思うんですけど、はい、僕はこれは完全に陸に教えてもらいましたね、チェリーとは何だっていうことを。でこれちょっとちゃんと説明した方がいいんじゃないですか。これはちゃんと出口に向かって何があったんだお前ら、説明します。どういうことだよ、どういう道のりなんですか。誤解を招く言葉、はいはいはい、でもチェリーっていうのは、まあ、結論から言うと、はい、玉置浩二さんのファンクラブの名前なんですよ、チェリーっていうのが。あ、なるほど。楽屋で玉置浩二さんずっと流すんですけど、陸は、はい、まあそうですね、もうでどこまでファンなのって言ったら、うん、俺チェリーだからってその発言だったの。そうそうそう、ちゃんと説明してよ。ちゃんと説明しなきゃね。完全に一個違ってたわ俺本当に、そうでしょ、うん、でもちょ補足ある、大丈夫、これでもういい。だから本当に大好きでよくこう流してるんですね、うん、多分もうどんだけ聞かせんだよってぐらい多分聞いてたと思うんで、工事なんだっけ、んなんだっけ、工事なんだっけ、
工事ハラスメントだ。ああ、工事ハラスメント、ね。工事ハラを受けてもらう。工事ハラね。僕がもう曲流しつつ、あ、工事ハラだみたいな。ちょっと玉木さんに失礼だけど。そうね。そうなんですよ。思うから、まあそうですね。僕がもうそれぐらい一日中ずっと聴いてたんで、ずっと流してたんで、まあね、もうたくさん聴いていただいて、まあ、僕からしたらこうね、その仲間を増やそうと思って、一緒に増えたよ。そう。実はこのあの。美しい彼の支度チーム、あのメイクさんと衣装さんがね、ちょっと仲間になった感が僕は勝手にね、チェリーメイトにチェリーメイトにちょっとね慣れたんじゃないかなって感じ。チェリーフレなってるね、ガッツリ。でも世代的にはね、玉置浩二さんとかあまりねその音楽的に触れてない世代、まあ、今もご活躍されてますけど、と思うんですけども大好きなんですね。大好きですね。田園とかね、かっこいいですね。もちろんかっこいい楽曲たくさんありますけれども、そういう意味でのチェリーということだ。そうですね。だからあの、大成功ですね。僕のこのあのそういう印象を持ってもらえた。そうですね。めちゃめちゃ好きなアーティストさんね。めちゃくちゃプレゼンされました。はい、成功ですね。なるほど、ありがとうございます。さあそれでは続いてまいりましょう。続いて八木さんです。はい。吸い込まれる瞳の彼ということです。吸い込まれる瞳。はい。こちらはやっぱこう平って。目がすごく印象的だなと思ったんですけど、こう当の本人のリクもめちゃくちゃ目がすごい印象的だったんですよ。僕の初めて会った時がすごい、そのマスクの上からこう目が見えるんですけど、すごいなんか瞳に吸い込まれる感覚がして、そこからなんかなんだろうな、それが一番印象的なことだったんで、この何々の彼っていう言葉にはぴったりなんじゃないかなと。なるほど、はい、思いましたというふうにおっしゃっていただいてますが、みんなよそんないや嬉しいですね、はい、やっぱあの目に関してはやっぱこうヒラをやる上ですごく意識していたことなので、そこをねこう言われるとちょっとキュンとしますね、はい、あれあれって感じです。いやでも嬉しいです本当に、あの目を褒められるのが一番多分僕も、まあ、そう今作において、いいですね、嬉しいです。はい、はい、ということで、さあ続いてまいりましょう。最後は美しい彼こと清代演じた八木さんにまつわる丸々な彼ということでございまして、萩原さん高野さんにフリップをご準備いただきます、はい、さあそれではお二人一斉にお出しください、はい、どうぞ。さあ、こちら萩原さん八木さんは美しい彼、いいね、いいね。そして、高野さん、はい、プルップルな彼ということです、はい、プルップルな彼、うん、さあどちらから参りましょう。まあ、じゃあ僕からいきます。じゃあ高野さん、はい、もうこの通り、はい、プルップルな彼ということで、プルップルというのは具体的に何がプルップルなのかっていうことですね。マスクをしてても、はい、マスク越しにはプルップル感はあるんですよ。なんていうんですか、お肌がね、あ、お肌がツヤがあるというか、はい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 、で美しいじゃないですか、でマスク外したら唇がプルプルでしたね。あ、なるほど、はい、なるほど、どこもかしこもプルプル、はい、いや素敵ですね。なるほど、はい、ありがとうございます。プルプルか、初めて言われた。あ、嘘、プルプル、マジで言われた、言われた。プルプルじゃない、マジでプルプルだね。でもプルプルだと思う肌のツヤがもう、そうプルプルって感じだもんね、うん、なんで俺より若いのにそういうこと言うのプルプルじゃなくてプルプルですからね。プルプル、そうです、ちっちゃいツーは必要ですね、なんか八木さん特段何かメンテナンスというか肌のお手入れで気にしてるところとかあるんですか。朝の水洗顔。水洗顔をやられてる。しかしないですね。え、そのいわゆるその洗顔フォームとか使ったりとか。ちょっと好きじゃないですよね。そうなんですか。あの肌キュッキュなるじゃないですか。はいはいはい、あれ嫌いで。でもね、使わない人もいらっしゃいますよね。いますよね。いらっしゃいます。お風呂の時もね、あえて洗わないとかそういう人もいますからね、うん、中にはね。ちゃんと洗ってますよ、もちろん一応ねちゃんと洗ってますけどね。あ、はい、まあそのね、なんだろう、自然な状態をキープするというか、お肌に、まあ、はい、ちょっと刺激を与えないみたいなところがある。そうそう、あの化粧水と乳液を基本使わない。そうなん、マジで。そうだから本当に、まあ、あのこうメイクさんとかいろいろいらっしゃった時に、はいはい、入って出してもらった時に使う。ああ、じゃああるから使おうみたいな。お仕事でそういうタイミングでしか使わなかったです。まあ、ないです。基本的には。基本的には。へえ、はい。それでプルプルになると。はい、すごいな。なんないですからね、普通は。多分。うん。はい。そして続いてまいります。ということで。続いて萩原さん。いやもうこれしかないんじゃないですか。ここで使わないともう。
これしか、そうですね、いろいろ考えたんですけど、やっぱこれが一番しっくりきましたね。なるほどなるほど。美しい彼、まあね、その演じられている部分ももちろんそうなんですけど、 それ以外でも感じるところが多かったってことなんですかね。そうですね、やっぱもうやっぱ立ち方とか違うんですよね。もうなんか、ね、ボケーと立ってると思ったら一人だけスッと立ってたり、やっぱ清居君も美しいですけど、うん、やっぱもう本人にその美しさもちゃんと多分あって、なんかこう本当に現場、特に現場中はもう常にやっぱ清居だなってこう思える瞬間がたくさんあって、なんかね、いろいろ考えたんですよ。これもどんな彼かなとか思ったけど、やっぱりこれかな、美しい彼かなって思います。100点ですね。いや、ひょっこりとの差すごない？そういうことじゃないの。そういうことじゃないの。なるほど。でも八木さん、やっぱり撮影中ね、本当に演じてる時もそうですけどね、やっぱりかなりその美しくあろうというのはかなり心がけたんじゃないですか。そうですね、やっぱこれだけで、ね、タイトルがね、すごくインパクトがある、ね、タイトルなので、僕自身もその何恥じないようにというか、はい、っていうのはすごく意識してきたことなのかなと、はい、思いますね。次回以降もね、より美しい皆さんが見られると、より美しい、はい、より美しい彼、2話以降も、はいはい、そうですね。でもなんか本当にここから先いろんなこう心情の変化とかいろんなキャラクターの表情が見れると思うんで、うん、はい、ね、本当に皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで、ここまでは〇〇な彼のコーナーでございました。ありがとうございました。さあ、それでは短い時間でありますが、マスコミの皆さんの質問への時間と移らせていただきます。質問のある方はその場で挙手をお願いしたいと思います。スタッフがマイクをお持ちいたしますので、その場で座ったままご質問をお願いしたいと思います。それでは質問のある方は挙手の方お願いします。それでは、真ん中の女性の方です。今スタッフさんどこにいらっしゃいますかね。あ、じゃあそうですね、今マイク受け取られたグレーの服の方お願いします。テレビジョンです、よろしくお願いします。お願いします。 お三方、先ほど第一話見まして、皆さんそれぞれ全然違うキャラクターを演じられていると思うんですけれども、やはりそのご自身が自分の学生時代にお三方演じられるキャラがいたら、ちょっと一番仲良くなれそうなのはどなたなのか、ちょっとお伺いしたく思います。一番仲良くなれそうなの、はい、小山だよね。俺も小山だね。いや、ないでしょ。お互い様でしょ。お互い様でしょ。いや、小山だよな。小山だね。だって優しいもん。そう、優しいし、とっつきやすいしさ、オーバーオール似合うしさ、オーバーオール似合うし、関係ないでしょ、高校時代だよ。関係ないでしょ。いや、でも、まあまあ、小山かな。確かに小山かも。でも二人もいけんじゃない？平かさ、清居どっちかと仲良くなるな。どっちと仲良くなる？清居かな。おー、やっぱそういう感じなんだよ。ひでショックですね。でもね、あるでしょ、全然どっちも仲良くなれるよね、みんな多分ね。そうだね、まあ良さがあるよね。良さがある、ね、どっちも、うんうん、はい、はい、ということで、ありがとうございます。よろしかったでしょうか。はい、さあ、それではもう一人いけそうですね。はい、そちらの女性の方。テレビガイドの村谷です、よろしくお願いします。本作では青春時代もたくさん描かれているかと思うんですけれども、皆さんの青春時代もお伺いできればなと思ってて、一番記憶に残っている青春時代っていつですか？なんかエピソードもあれば一緒にお伺いできればと思います。お願いします。まあ、青春時代の思い出、印象深かったエピソードなどということですね。ご自身の。中学高校一貫して土とサッカーボール、それだけの青春でした。って言ったらあれだけど、でも本当僕もともとサッカーやってたんで、本当にずっとサッカーボールを追いかけてきた青春時代だったかな。はい、ね、どう？青春時代でも一番憧れてたかもしれない、そういう青春に。あ、スポーツ。部活やってみたかったね、高校、特に高校の時。お、中学はやってたけど高校はやってなかったんだ。高校やってなかったね。もう そこそれこそお芝居をしてたから。そうだよね、出なくて一番憧れてた。うーん、ちょっとそういう意味でもう青春の切り取り方違いますけど、僕は
体育祭が3年間のうち1回しか多分出てなくて、なるほどなるほど、だからあの予行で一番本気出してました僕は。ああね、もういけないの分かってたから予行でもう体育祭をやんなきゃいけないから、その旅行の徒競走とかでも一人だけ全力で走ってるみたいな。いいねいいね、そういう青春な、これ青春と青春です、青春だよ青春、うん、まあね、学業と両立が難しかったね、なかなかね、そうですね、ところですよね、はい、アキラは。僕も青春できてないっていうか、そうなんですよ、学校半分ぐらいしか行けてないしって感じでしたね。あ、でも文化祭、中学の時の文化祭とかすごい懐かしいですよね、みんなで合唱してっていうのは。うーん、そんな感じですかね、まあ、あとはグリーですね。グリーめっちゃ引っ張るやん。グリー引っ張るやん、自分で持ってきたな。いやいや、やってないですけどね、うん、本当に1週間ぐらいしかやってないですけど。そのぐらいだったんですね。はい、はい、自分で、はい、そうですね、というところでいかがでしょうか。はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということで質疑応答は以上とさせていただきます。さあ、それではお時間となってしまいましたので、最後に登壇者の皆さんに本作の見どころを一言ずつお願いしたいと思います。こちら皆さんご起立して、はい、皆さんのね最後の挨拶となります。はい、さあそれではまずは高野さんお願いします。はい、はい、そうですね、いや本当にあの原作読ませてもらった時も本当に面白いストーリーで、なんて言うんでしょうね、複雑な感情が混じり合っていて、で高校時代から大学時代まで、なんて言うんですかね、やっぱ恋することの美しさっていうのがすごく描かれていて、でもその中にある、ドロッとした感じ、まあ、あんまないか、ドロッとした感じというか、まあ、やっぱり複雑な感情ですね、すれ違いとか、あ、気づいて、どうか気づいてとかいうなんかもどかしい気持ちとか、そういうのも描かれていて、すごく面白い展開が続きますし、あの映像も見させてもらいましたけど、やっぱ綺麗ですね、本当に綺麗なので、これからの、話数、なんていうんですかね、最終話まで本当に僕自身も楽しみにしているので、皆さんも見ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて八木さんお願いします。はい、本当に自分自身もあの作品の完成がものすごくあの前は前は楽しみですし、また本当に映像美だったりとか、こう監督含め、全スタッフの方々と一緒に、キャストの方も含めて本当にいろんな思いで、たくさん、試行錯誤して、またこうなんだろうな、いろんな意見が飛び交いながら現場でも撮影が進みましたし、なんだろう、すごくいろんな思いが詰まった、それはもちろん作者の凪良優さんの思いだったりとかもそうなんですけど、いろんな思いが込められた作品になっていると思うので、こう2話からもね、本当にここからの展開もすごく、面白いと思いますし、またこう僕自身もすごい楽しみなので、皆さんにも、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続いて萩原さんお願いします。はい、本当あの2人が言ってた通りで、とてもこだわって一つ一つ丁寧に、皆さんで現場を作ってました。平もそうですし、清江も小山も一人一人の視点があって、それをこう同じ一つの出来事でも3人の目線、違う目線でなんかそれを切り取ったりしているので、結構こう1回目で見た時と2回目で見た時がもしかしたらこう違う印象だったり、なんかこういろんな多角的に楽しめる作品かなと思います。平、清井、小山、みんなそれぞれ良さがあって、こう癖の強いキャラですが、なんかこう最後までその3人のなんか不器用で、でもなんかこうすごい人間味のある3人のやり取りを、なんかこうその場その場でクスッと笑ったり、なんかこういろんな目線でそれぞれのなんか感じたままに、見てもらえたらすごく嬉しいなと思っております。最後まで、楽しんでもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあこの後登壇者の皆さんフォトセッションの準備へと移らせていただきますので、一旦ご退場いただきます。皆さん大きな拍手でお送りください。